治療家として大切にしている、ルールの一つ目、これはですね、気になったことはすぐ調べる、それが仕事中であっても、まあ、プライベートであっても、なんか急にこう、あ、そういえばあれなんだっけとか、急に思い出さなかったりとか、もしくは急に気になることとか、あとテレビなんか情報を取ってるとよくあるんですけど、これってどう結びつけたらどうなのかなっていうイメージが湧かないときにもうすぐ調べます、うん、これは一つ目のルールとして大事にしてます、うん、で調べてちゃんと理解して納得して、でそうすると知識がそれを繰り返しやってるとどんどん増えていくんで、自分の知識のこう担保を増やす、で分からないことをクリアにして悶々としない日々を過ごすと、そういう意味でこの1個目のルールをすごい大事にしてます、うん、今まで知らないことがどんどん明かされてるって、これ過去から現在に至るまでどの業界どの仕事でもどんどん明かされてるんですよね。なんでこれからまた新たに分かることとか新しい常識とかそういうのが多分出てくると思うんで、それをいち早く、自分ではちょっと持っていたいなっていう欲求値があるんで、それは常に持って、今もしやってることが間違いをやってるんであれば早く修正したいなっていう、そういう意味で情報を常に先取りするっていうところで、もうキーワードで気になったキーワードはもう常に検索するっていうことをやっています、私が、治療家としてこだわる2つ目のルールですね。でこれは、基本的に、イメージとか映像、絵、こうピクチャーでも動画でも何でもいいんですけど、絵でできるだけ物事を捉えて頭にこう入れるっていう、それをすごく意識してやってます。イメージが違っているとやってることとの誤差がすごく大きくなっていっちゃうんで、この誤差をちっちゃくしていくっていうことは非常に重要かなと思います。そうですね、それを一番実感したのは肩の脱臼を征服した時なんですけど、こう引っ張って牽引してこう動かしながら骨頭が動く感覚が分かったんですね。でその動く感覚とともに絵としてちょっとこう骨が動いてる絵が、実際はそんなに投資なんかできないんですけど、イメージとしてこう今ここ骨頭がここでこうなってんだなとかっていう、この移動してる様がちょっと自分で感じることがあって、その時にこれって有効なんだなとかっていうのを初めて体験して、それから筋肉調整するにしてよ、骨を調整するにせよ、イメージを使ってやるとすごく成果が出やすいっていう経験は何回もしてます。私が治療家として大切にしている3つ目のルール、これはですね、学んだことを覚えたことを気になったことをずっと口にするってことです。そして自分の記憶にもこう海馬がここにありますけど、海馬から大脳皮質に移行するまでだいたい 2,3 年かかるんで、それまでは覚えたことをできるだけ口に出して反復して言う。海馬で記憶の定着がいいのは扁桃体っていう情動感情に関係してリンクしてやると記憶の定着がいいんですね。なんでうちの社員にも、ここに来てくださる患者様にも、とにかく覚えた知識、大切なことを自分が残しておきたいこと、その人に残しておいてあげたいこと、とにかくずっとそれをよく喋ってます。実際にですね、いろいろ、まあ、技術の勉強したり知識の勉強したりするんですけど、それをやってる時に必ず映像として人を出すっていうことをやってます。この間ですね、仙骨の調整をしてて、あ、これもっとこうやった方がいいんじゃないかなってちょっとひらめいたことがあったんですね。でその時にこの仙骨の調整を、あ、昨日来てくれた〇〇さん、いつも来てくれる〇〇さんで、ね、
改善率がちょっと悪い腰痛の〇〇さん、この3人には使いたいなとか、具体的な患者さんの映像を出すっていうことですね。でそれをやると、このテクニックをなぜその方にやりたいのかっていうのが自分の中でこうどんどんリンク、こうクリアしてになってくるんですね。でこれがクリアになってくると、実際こうそれでやってみて、あ、やっぱり僕の見立てはこの仙骨の調整はこういう症状が出てる人、こういう訴えを出てる人には有効なんだっていう整合性がどんどん出てくるんですね。なんでその整合性を、取るために、具体的な自分が見させていただいている患者さんと常に学びを連動させる、リンクさせるってことを常にやってます。私が治療家として大切にしている5つのルールの5番目ですね、これは国語力、これをすごく大切にしてます。結構今ツールがいっぱい便利なものがあったりとか、まあ、LINE なんかももうスタンプいっぱいありますし、あの Facebook でも、ね、こう使えますし、インスタもそもそもが画像が中心の SNS ですし、そうすると言葉とかそのコミュニケーションの力がどんどんなくても済む世の中になって、コミュニケーション能力が、弱くなっちゃってるんですね。で実際僕も現場に出てて、なんか言葉でやり取りしてても全然なんかこう話が進まないなって感じることがいっぱいあります、うん、それはセミナーやらせていただいたりとか社員教育してても、言葉が意外と僕の知ってる言葉と相手の知ってる言葉の量の違いとか、あと言葉には意味が複数あったりするんで、その複数の意味で違う意味で捉えてたりすると誤解がいっぱい生じちゃうんですね。なんで言葉っていうのをいっぱい知ることによって誤解をできるだけなくす、これはすごく意識してます。すごく多いのは腰って範囲がなかなかないんですよね。で例えば私がもう今さっき見た方も背中がもう反ると痛くてって言って、どの辺ですかっていうと、大体高さで言うとこの辺を指すんですね。でこの辺を指すってことは僕からすると腰なんですけど、でもその方にとっては背中なんですよね。っていうと私のイメージしてる腰とその方がイメージしている腰は違うもので、でその方がイメージしてる背中に対して僕が反応をちゃんとしてあげる、あ、この方はここのパーツを背中と呼ぶんだなっていう認識を持ってあげるとコミュニケーションがスムーズになるんで、ちょっとした肘が痛いですって言ってこの辺触ってたりとか、僕の認識は肘はここっていう、そういうギャップは結構たびたび出てくるので、自分のイメージの言葉と相手がイメージして使ってる言葉のギャップを、埋めてあげる、これはすごく大事じゃないかなと思います。そうですね、毎日毎日やっぱり仕事って、まあ、基本しますけど、心配事がない不安とか緊張とか、あの人前回治んなかったからどうしようかなとか、そういう不安とか、分かんないのに次来てくださいって言わなきゃいけないとか、そういうことに対して僕は心が晴れないタイプなんで、仕事場来ることを患者さんと接することに対して不安とか緊張とか、あとなんかグレーな感じとか、オフホワイトな、白になりきれてないオフホワイトな感じとかな自分じゃなくいる、そのために常にちょこちょこ気になったら調べる、常に患者さんに有効な方法は何だろうって気になった時はすぐそのモードに切り替わるとかって、それをこう常にやり続けることによって楽に仕事場にいられるとか、楽に患者さんと接せられるとかで、そんなに悩まない、悩む前に調べた方が早いじゃんみたいな、で問題解決能力を上げていく、でそれで実際問題解決能力がすごく上がってきて、結果楽に自分がなれるというところがメリットかなと思います。